立正厚生会と統一教会は関係あるけど、これはいいんやね。ガネットではない。内容はこちら。立正厚生会に関する指摘が話題のようです。では、一色正春氏のツイートより内容を見てみましょう。一色正春。立正厚生会と統一教会は関係あるけど、これはいいんやね。旧統一教会と立正厚生会と創価学会を同列で追及すべきだと思います。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。立憲が問題視しているのは宗教ではなく統一教会ですからね。まあそういうあれですわ。俺たちは正しいからいいんだよってあちらさんの声が聞こえてきそうですね。ダブスタ。旧統一教会だけを取り上げ清掃の具にするのはおかしいですよ。次はこちら。日本統一教会初代会長の久保木治は立正厚生会会長秘書時代の1962年8月に入信。同年9月7日韓国から密入国後のチェ・ボンチュン宣教師と2話の日教立正厚生会会長が会談。1963年3月1日、立正厚生会全国支部代表30人と青年部の約40人が入信。久保木会長と共に教団の中心メンバーに就任。統一教会創世記の歴史だそうです。そういった歴史があるのですね。次はこちら。よくよく見ておきましょう。近いうちにお家芸のブーメランが飛ぶことでしょう。ダメです。杉尾秀也さんにも説明してもらいます。綺麗なブーメランほら。いつもいつもブーメランが過ぎますよ。最後はこちら。旧統一教会より立正厚生会の方が信者数ははるかに多い。東京選挙区の誰かも支援されていたはず。統一教会と関係があったと言われる自民党議員はマスゴミの格好の餌食だが、その他の党の議員の追及はしないのかね。統一教会を問題視して国会で追及するのであれば、立正厚生会、創価学会など、あらゆる宗教の議員とのつながりも追及しなければならない。立憲が国会で統一教会を追及するのであれば、与党、特に自民は、立憲の議員と立正厚生会の関係を追及しないとおかしい。マスコミと特定野党は、旧統一教会と立正厚生会と創価学会を同列で追及してください。結論。旧統一教会と関係のある議員は自民党以外の政党にも一定数います。しかしマスコミはなぜか自民党だけを取り上げ、旧統一教会を清掃の具としています。政治と宗教の問題はしっかりと追及し、海を出し切るべきです。しかし、旧統一教会だけではなく、立正厚生会と創価学会についても、旧統一教会と同じように追及すべきです。そうでなければ、筋が通らないと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。